私の名前は黒井源太。雲の研究が専門の生物学者だ。先生、タピオカ飲みたい。このバカは助手の楓だ。何を隠そう、私は雲が大好きだ。シャコ雲の白い客船尾、なんと美しい。仕事してくださいね。思わず5、1時間見惚れてしまい、助手に怒られることもある。雲といえばあの特徴的な巣のイメージかな。しかし実はみんな巣を作るわけじゃない。雲の半分は巣を張らずに歩き回って生活しているのだ。かわいいな。私はそんな雲の生態を日夜趣味として、いや仕事で研究していたのだが。なんだと？行く、今すぐ向かうからな。ある日とあるニュースが飛び込んできた。一体どうしたんですか？メキシコで新種の雲が発見されたらしい。今すぐ現地に向かうぞ。私は助手を連れて早速メキシコへ飛んだ。どんな雲なんだろう、ワクワクするな。狂ってる。フライト時間はアメリカで乗り継いで19時間、あっという間だ。ということでメキシコの研究所に到着。ドクタークロイ、お待ちしていました。早速新種を見せてくれ。展開が早すぎる。うおー、もう辛抱たまらん。早く早く雲に合わせてくれ。ついに実物とご対面したのだが、これ本当に新種なのか。なんか普通の糸雲に見えますね。これは毒糸雲というすでに知られている雲では。彼らも最初はそう思ったらしい。だがよーく見てみると性器や模様の形が微妙に違うな。そうなんです、生物学的にも別種だと分かりました。どうやら毒糸雲の新種で間違いないようだ。そうなると気になるのは毒性だ。毒糸雲は人体を壊死させる強い毒を持つ。噛まれた部位は本当に悲惨なことになる。死亡例すらあるのだ。この新種の毒性は非常に強いんです。一噛みで周囲40センチの組織は壊死するかと。なんと興奮する。あ、いや恐ろしいな。この新種は他の毒糸雲と同様臆病な性格らしい。自分から攻撃を仕掛けることはないが、危害を加えると脅威を感じれば自分の身を守るために噛みついて攻撃することもあるという。ということはこっちから刺激しなければ危険ではないんですね。いや、そうでもない。毒糸グマは人間の家を住処にすることもあるんだ。家の中に隠れる場所が多く、ゴミや餌が豊富な家の中はクモにとって理想の環境といえる。特に梅雨の時期などはオスがメスを探して部屋の中を動き回ることもある。それじゃあたまたまこの新種が家の中にいて気づかずにうっかり刺激しちゃったら、死ぬかもしれんな。対策としては常に家の中をきれいにしておくか、家庭用殺虫剤や防虫剤が有効だろう。アメリカでは家の中の糸蜘蛛を駆除するために専用のトラップまで売られているのだ。それでこの毒糸蜘蛛って日本にもいるんですか？幸い毒糸蜘蛛は日本で派遣されたことはない。我々は一応安全だな。なんだよかった。その時私の好奇心は頂点に達してしまった。この新種に噛まれたらどうなるんだろう、知りたい、体験したい。人類ではまだ誰も体験していないかもしれない毒の凄さはどれくらいなんだろう。気がつけば私は腕をまくり新種を素手で刺激していた。おれ神、ほら、さあ自分を守れ、出ないと潰しちまうぞ。危機感が最高潮に達した新種は見事私の腕に噛みついた。さあどうなるんだ。大変だ。想像を絶する激痛だ。腕が死んでいくのがわかるぞ。そして私の腕は無残に。すごいじゃないか新種の毒は。40センチという広範囲にわたって壊死した。もちろん私は緊急で病院に担ぎ込まれた。何やってるんですか。意識が朦朧とする中私は満足していた。世界最高のクモ毒だぞ。最高じゃないか。ちなみに日本国内での毒糸蜘蛛の発見例はないが、常に侵入が警戒されている。しかし外来種はいつどんな風に入ってくるかはわからない。意外と一言ではないかもよ。